では今、キカが申請中。なんでキカしようと思った？言い方よくないかもしれないけど、ロシア嫌いだった。みなさん、こんにちは。リアナです。こんにちは、リュウです。リュウさんとインスタで結構前から知ってて、今日実際に会ったのは今日初めて。軽く自己紹介よろしくお願いします。みなさん、はじめまして、リュウです。ロシア出身です。今東京でアパレルやってます。リュウってどこの出身？詳しく言えば誰も聞いたことない話だからさ、一応ロシアの南、南西っていうか、みんな知ってるのはソチっていう街、北海の近くにあって、その地方のめっちゃちっちゃい町出身みたいな。へぇ、じゃあチカリツクって言うんだけどさ。じゃあ結構暖かい場所やね。あ、そうそうそう、めっちゃ暖かい。なんかロシアの南の方ってさ、ブドウとかスイカとか育てるイメージある。そう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 、実家に普通にブドウ育ててるし日本に引っ越して、あ、温度はもう慣れてるやん。そう、東京と本当に気候変わらなくて、夏もめっちゃ暑いし、湿気やばいし、地元は冬そんなに雪降らないし、まあ慣れてるな私はエカテリンブルクの出身やったから、もうほとんどは冬やから。いやー、もう寒いよねエカテリンブルクに。めっちゃ寒くても全然日本の寒さに慣れてない。日本に今何年目？まあ、完全に引っ越してから7年目かな。もう6年、え、7年目だった。あ、じゃあ一緒やん。うん、ちょっと待って2017年に引っ越して、あ、じゃあ6年夏、今、え、夏に引っ越してからちょうど6月に6年 で今からなんか7年目に入った感じかな。でも何歳から興味あった？まあ、中学生の頃14とか15とかじゃない、多分。それでハマって、着いたらもう7年ずっとここに住んでるって感じ。え、どんなアニメやった？まあ、ハマったきっかけはシャマンキングっていうアニメがあって、あ、海外でもこういうアニメのきっかけで日本好きになった人めっちゃ多いよね。なんか今思うけどさ、その時は結構変人みたいな目で見られたけどさ、はい、今見たら結構若い子たちみんなアニメ見てるみたいな感じで、ロシアでも、うん、なんかもう逆に見ない方がおかしいみたいな。で、自分の時代は、何のね、何見てる、何これ、何が面白いってめっちゃ言われたけどさ、おかしいんだけど。まけど今ってさ、ロシアのテレビにめっちゃ日本のアニメ放送されてるから。そう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 。今は好きなアニメある？あ、最近本当に人気のやつしか見ないけど、最近見てめっちゃ面白かったのは、まあ人気だけど推しの子かな。知らない。推しの子知らないの？知らない。推しの子知らないの？家に帰ったら調べてみる。リュウって結構長い間に北海道に住んでたでしょ？あ、そうそう、多分3年半ぐらいかな、北海道にいた。けど今は東京住んでるでしょ？あ、そうそうそう。なんで引っ越した？ずっとずっと好きなブランドがあって、もうどうしてもどうしてもそこで働きたくて、で、上京したわけ。北海道も住んでて、東京も住んでるでしょ？うん、どっちの方が住みやすい？どっちも行ったこと悪いとこあるけど、やっぱり自分的には東京の方が合うかなって思う。うん、なんか私のイメージやけど、東京とか大阪とかロシアと比べて家はボロくて冬は寒いし、いや、北海道ってセントラルヒーティングあるからちゃんとしっかりしてる。ないよ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 ない。え、いや、例えば多分病院とか学校のみたいな施設あるけど、普通にないよ。嘘？ない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 、普通に自分で装備なんかつけてやってる感じ。え、なんかセントラルヒーティングあるって思った？あ、そうや、嘘、私も思った。うん、聞いたことあった。何もない。うん、普通に東京と大阪同じぐらい家の中は寒い。今日食べ物は北海道の方が美味しいんじゃない？北海道の方が美味しそう。特に海鮮とか全然違う、ちょっと懐かしい。やっぱり東京と比べて、まず北海道の方が圧倒的に安いし、ね、もちろんもう新鮮だから北海道の方が美味しいのあるな。まあ、東京にもいっぱい美味しいものあるけど、北海道の方が安いやけど、給料も低いんちゃう？どうなんだろう。北海道で暮らしてた時はさ、2人で旦那の実家で農業やってて、年金は給料に関係ないから、その年の売り上げとかによって変わるから、みんなの北海道の給料知らん。わかんない。今日なんか食べ物は安いなら給料も低いんちゃう？でも比較的にそうじゃない？やっぱり地方の方が低い。少し全国の時給みたいな。北海道は多分数年やってないぐらいじゃない？なんかバイトとかそういうの北海道でやったことないからちょっと分からないけど、なるほど。でもね、チームも全然東京と
ス代とか電気代、北海道の方は高い聞いたことある？え、ごめん、マジで知らない。旦那の実家暮らしだったから住居知らない。家賃も払ってなかったし、電気代とかもそういう払ってなかったから、うん、かずっと見ちゃうけど、これはちょっと食べてみよう。食べよう、美味しそう。なんかココナッツ、そう、上にかかってるココナッツで、この初めて見た、めっちゃ美味しそう。いただきます。うん、うまっ。え、めっちゃうまい。めっちゃうまい。え、大阪は初めてじゃない？もう何回来たことあるか数えきれないぐらい。多分5回ぐらい来てる。今回なんで大阪に来たの？見たい舞台があって、それチケット大阪で、ね、取れて、昨日と明日来るあるくらい、今日3日来てて、こんな感じ。じゃあその理由でよく大阪に来てる。まあ、そうだよね、だいたい舞台からライブがあって行く感じ。去年の8月ぐらいのライブに来てて。誰のライブ？キンプリ分かる？え、分からん。え、キンプリ？どうぞ、ジャニーズ、ジャニーズ。キューってめっちゃジャニーズ好きやね。え、そう、めっちゃジャニーウォーター。今日ジャニーズってさ、うん、今ちょっとイメージ悪くなって。あ、まあね、いろいろあるね。ベロベロのジジで、まあ、いろいろあるけど、別にジジスという証拠がないし、まあ、事実だとしてもタレントに罪がないから、うん、本当だとしても本当じゃなくても、実は結構今いろいろ仕事を問われるわけよ、うん、まあ、特に海外でも結構話題になってて、海外で話題になったからこそ今日本でも話題になってるけど、うん、それで海外の仕事を断れるっていう、めっちゃ悲しい。結構痛いテーマこれ。一生語れる。今日リュウめっちゃジャニーズ好きやから聞きたかった。あ、本当？うん、一生答えるよ。なんかリュウは今キカキカ申請中。なんでキカしようと思った？絶対キカするって決めたのは多分高校生の頃ぐらい。なんで？言い方良くないかもしれないけど、ロシア嫌いだった。もちろんいいとこもあるし、でも自分的にはすごい行きづらかった。今日高校の時も帰化するって決めたって言ったけど、今日は早い。実際に初めて来たのは20歳ぐらいの頃で、留学に来たことがあって、でも思ったよりも良くて、それ絶対日本で暮らすって決めて、まあ、暮らしたいなら当たり前のように帰化もしたいし。ちなみに今帰化は全部自分でしてる？あの、行政書士に頼んでる。やっぱり自分でやるより、そう、いろんな種類の準備で手伝ってくれるし、同じ種類出すとしてもいい見せ方できるし、いろいろ相談乗ってくれるし、もう何よりも時間が本当にもうないの。で、結構こういう法務局の予約とかロシアの大使館の予約は結構大変なの。まあ普通だったら本当予約して休み取るけど、自分の仕事で休みいつでも取れるわけじゃないから、本当に一回で済ませたいみたいな感じがあるから、それも行政書士に頼んでて。え、まあ普通にめんどくさいのもある自分でやる。冬の最後の動画軽く見たけど、ロシアの国籍はどうなってる？去年の確かに11月頃に日本の組局からほぼ帰化強化されたみたいな来たんだけど、帰化するためにまず自分の国はの国籍を離脱しなきゃいけなくて、まあ、それまた日本と関係ない話だから、もう自分でロシア大使館とやり取りしなきゃいけなくて、まあ、そのためにもう準備いろいろかかって、でやっと2月の頭ぐらいにロシアの国籍離脱を申請できた。で、そこから平均は半年ぐらいかかるから待ってくださいって言われて、そこから2ヶ月ぐらい経って、で、なんと4月にロシアの新しい国立ができて、海外に住んでる人でも他の国の永住権持ってる人しかロシアの国籍離脱できないってきて、で、自分が永住権持ってないし、で、永住権申請するための条件もちょっと帰化と違うから、自分は多分永住権取れないと。で、割と最近は7月いつかな、なんか2週間前ぐらい、はい、大使館から電話かかって、で、やっぱりダメだったって聞いて、で、実はこの間4月からその法律できてから3ヶ月ぐらい経ってて、まあ、自分以外も帰化申請してるロシア人いっぱいいるわけ、うん、で、同じ問題の人たちもいっぱいいて、まあ、実はもう何人か先に日本の国籍もらって、で、そこからまた再びロシアの国籍離脱を申請してる人たちもいて、でも自分が一番どっちでもない状態になってて、でもし孤立できるあ
後から申請したら、ね、今やってるみんなみたいに最初にあの国籍もらって後からロシア側に申請してたと思うんだけど、自分も一回申請したからまずもう余計に3ヶ月以上待たされて、やっぱり舐めて降りて、でしかもそのロシア側からしたらそれ国籍離脱の却下じゃなくて、ロシア側受け取って取れなかった。でロシア側はその申請自体を受け取ってくれなくて、却下じゃなくてもともと条件満たしてないからその申請できないみたいな感じで言われて、それでもう証拠何もないわけ、ダメでしたみたいな書類も出せないの、本局から最悪やん。そう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 。で今はちょうどその状態でどうするかみたいな話を本局と行政書士団やり取りしてる段階かな。そこまで来たら多分でも行けるはずやん。まあ行けるけど、そう、でも全然心配はしてないけど、うん、めっちゃ時間かかってる。ほとんど70%終わってるから。そう、しかもそれもね、そういう流れになってるじゃん。最初は帰化できてみたいな、うん、でそこから本局に帰化できたら自分の国の国籍離脱を約束しますみたいなやつを書いて出すんだけど、それまたまたロシア側でよかしくて、帰化する時に名前が変わって、そのまた新しい日本の国になって新しい名前になってるわけで、でそれで日本のパスポートとロシアのパスポートの名前違うから、ロシアのパスポートは無効になってるわけ。でそれで一回名前変更っていう申請をして、で名前変更できたらロシアの新しいパスポートみたいなやつをまた取って、それまたすっごい時間かかるんだ。まあそれはまあもちろんロシア側は今特に戦争になっていろんな問題が起きていろんな人たち逃げようとしてるじゃん、ロシアから、まあ、特に男とかだったら本当に早く国籍変えたいみたいな人たちいるから、そういう流れを止めるためにやってるのは分かるけど、めんどくさ。じゃあ今帰化したらこれはいいなってなんかある？なんだろうな、逆に帰化して悪いところは、一番変わるのは気持ち的に変わるだけじゃない？結局さ、まあ、日本のパスポート取りて結構ビザなしでいろんな国に行けるけど、別に自分もめっちゃ海外に行きたいわけでもないし、まあどっかに行くだろうけど、そんなに仕事で長期の休み取れないからそんなに行かないと思うし、まあ名前が日本人の名前になるけど、そんな顔でさ知らない人から見たら、まあ、外人は外人や、そうそうそう、もう外人のままじゃん結局他人から見たら、うん、それ何も変わらないし、あ、ただ一個変わるのが3年間のビザなんだけど、はい、日本人看護師ビザで、でそれもまた3年経ったらまた申請して更新するみたいな感じだけど、そのめんどくささが、まあ、いいところだけど、まあ一番変わるのは気持ちかな、自分の気持ちの問題が完全に。例えばビザを取るの大変で、そのために帰化を取る人なら全然話が違うと思うけど、まあ、自分は別に結婚してるしビザ更新するだけだしって感じで、特にそんなに困ることはないけど、結果的には何もいつかいっぱい海外行こうかな。なんか去年から結構ロシア人は帰化しまくってるイメージあるけど、やっぱりそういう理由でやってる人は多いかな。日本はそうでもないと思うけどね。確かに他の国に住んでる人たちはそうかもしれないけど、日本はすぐ来てすぐ帰化できるわけじゃないじゃん。最低5年ちょっと日本に暮らさなきゃいけないから、帰化してるロシア人たちは以前から帰化のことを考えてた人たちじゃない？じゃあ今までずっと悩んでて、そういう感じだと思うけどね。レナ友達の中で帰化してるロシア人は、もう帰化した人？帰化申請してる人？どっちも帰化申請してる友達、まあ一応もうみんな知ってると思うけど、アシアは帰化申請してて家で、それ以外も一人の友達がいて今申請してる子が、でもその子が帰化しようと思っても多分5年前ぐらい2人で帰化の話してたから、はい、別に戦争に全く関係ない。ロシアは帰化無理になっちゃったよね。そうだよね、まあいろいろ条件厳しくなったから仕方ないけど、そういえばその申請してる子も女の子だから、はい、ロシアのこういう戦争の状態はそんなに関係ないかも。最後いつロシアに帰った？最後に帰ったのね、ちょっとコロナ流行る直前ぐらい
2020年の2月に日本に帰って、1月にロシアに行って、2月に日本に帰って、1ヶ月ぐらい経って海外に行けなくなった、コロナでね。でそこからコロナで出れなかったじゃん。でまた出れるようになって、めちゃくちゃ飛行機がその理由で高くて、でまた戦争始まって、もう行きづらくなって、でまた行きか申請して、で今の状態だとロシアの国籍離脱申請してたから、もしロシアへ行ってる間にいきなり国籍離脱できたら、もうロシアのパスポート無効になるから帰れなくなるみたいな状態だから、半年待ってる間は行けなかった。確かにリスクめっちゃ高いよ。そう3とちょい前くらいかな。同じよ。私も最後にコロナ前に行って、2020年に確かにめっちゃ会いたいけど、なかなかもういろいろロシア大変すぎて行けないな。確かに今の飛行機の値段見たら、その値段やったらもっと行くに行ける、ね、もう本当にね、本当にもったいない。うん、落ち着くの待ってるかな。じゃあもう多分飛行機のチケットは安くなったら、まだロシアに行くつもり。どう、あ、まあ家族に会いたいな。ちょっとでも家族に会いに行きたいなぐらい。え、家族は日本に来たことある？ね、ないね。ない。確かに遠いよね。どうなんだろうね、これから。これからどうなるかまだ分からんけど、ね、早く終わってほしいな。ついてほしい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べ物どうやった？めっちゃ美味しかった。ココナッツかかってるやつは初めて食べたかもしれない、うん、めっちゃ美味しかった。思ったより重くないし、うん、なんか軽いよね。うん、わかる。ちゃんとデザートって感じあるの。まあこれで終わろうと思います。動画面白かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あ、私も YouTube やってて、だいたいショートしか出してなくて、でここ何ヶ月か投稿してなくて、でもいつか多分復帰するので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。概要欄にリュウの YouTube のリンク載せるから、よかったらフォローしてください。お願いいたします。はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。はい。